行こう。3つ辛いのお願い。だから朝食は出来たて熱々のシャオメンしか勝たん。このピリ辛身にしみるな。脅迫者さん、お口に合いますか？白紙は昨日からずっと研究員に閉じこもってるみたい。データだの報告だの全部終わらないと会えないかもな。いや、超重要サンプルの漂白者なら話は別かも。研究員の入り口に漂白者を縛りつけて、しばらく時間を置けばあっという間に過疎研究員に行列ができる。で、その列の先頭を見てみれば、漂白者の具合が気になって仕方がない白紙が並んでるってわけ。そういえば昨日の話の続きで、マンゴスチンと葉っぱの方はまだだけど、飴玉と火時計についてはある程度分かったんだよね。研究員に1回行っただけで2件も解決できるなんて、漂白者が冴えてるっていうか、レイン様はわざと分かりやすくしてる？漂白者さん、次はどうしますか？確かにこの状況なら様子見もいい一手になるかもしれません。残り2日、漂白者さんは何をするつもりですか？星の海、黒髪の少女、逆さまの天空海、それに手の甲の温根から溢れ出る音源。一番近いのは雲稜谷と北楽野原だと思いますが、その話は初めて聞きました。天空海と音源は実在します。それに音源が落下した場所が雲稜谷と北楽野原というのも漂白者さんの話と合致しています。もしかしたら夢ではなかったのかもしれませんね。その少女が漂白者さんの記憶を取り戻す鍵ということなのでしょう。それにレイン様の情報もそうですが、夢が私たちを極楽野原まで引き寄せているのは間違いないと思います。明式戦争の古戦場であり、残像町の起源、さらに予期軍の前線駐屯地、
でも場外に出るなら私は一緒に行けなくなる。仕事があるからな。やんやん、漂白者のことは任せたぜ。用があってもなくてもいつでも連絡してくれて大丈夫だからな。信じてるよ、漂白者。はい、そうします。行こう。共鳴者が携えている音階もその能力を上げるためには特殊な素材を使わなければいけません。そういった素材が必要な場合は訓練基地で権現教官を訪ねてください。そこで自分に適した訓練を受けると素材を入手することができますよ。ヤンヤン、聞こえた？なんか人が悲鳴を上げている。あの方向は予期の訓練基地ですよね。大げさですよ、鹿。新兵訓練を任されている権現教官は確かにちょっと厳しい方ですが、漂白者さんでしたらきっと大丈夫です。
行こう。これも音の力だ。行こう。一気に行くぞ。この身を刃に対面。これも音の力だ。やっはっはっせっ甘い。縄文の警備が一段と厳しくなったみたいですね。前に来た時はまだ普通だったのですが。この先は北楽野原です。通行権限がなければお通しできません。道士さん、もう随分経ったからもうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん、その説はどうも。金堂は共鳴者、腕にも多少自信がある。故に城外に向かい人探しをする所存である。一度任されたからには見つけるまでは帰れない。そこはどうか理解いただきたい。たとえ共鳴者であっても今はお通しできません。城内はさほど変わりないように見える。前線の状況はそれほど緊迫しているのか。これも城内を安心させるためだ。どうか分かってくれ。それに北楽野原には兵士たちと共に紀炎将軍がいます。確かに戦場は危険ですが、将軍であれば必ずどんな困難も退けてくれるはずです。それと
お前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。ここで時間を費やす必要はない。巡礼所への説明もしたし、その他諸々の手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにあなた方の苦労も理解している。だから頻道はあなた方を困らせたくはない。ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探しているその人がいるとも限らない。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入るものじゃない。はい、確認しました。二人で間違いありませんか？ありがとう。この恩は決して忘れない。軍人さん、これなら問題ないよね。最高レベルの権限なら、はい、大丈夫です。というか軍を率いていてもおかしくないレベルだな、これ。それってつまりあなたは石崩れの高地にある予期の駐屯地で退役した軍人のお孫さんを探したいということでしょうか？ヤンヤン殿の言う通り。頻道は幼い頃から同感に育てられて、ほとんどの時間は山で師匠たちと一緒に修行に励んでいた。そして師匠に術を学んで山に引きこもるだけでは足りない、人と交流するのも修行と言われて、頻道は山を下り千山百条を遊歴し、属性にも様々な考えや感情があることを知った。これまでも多くを得たが、学ぶべきことはまだまだ尽きない。知恵という人について頻道もよくは知らない。山から降りる途中で知恵の家族総合爺さんと出会ったのだ。当時彼はお孫さんを探して道に迷っていた。お年寄りを一人にさせるわけにもいかないから、一番近い昆州城まで連れてきた。身の安全を確保したかったので。知らないおじいさんをわざわざ安全な昆州城に連れて行くなんて。同志さんは
やはりいい人ですね。総合爺さんと昆州城まで来られたのも優しい人たちの助けがあってこそだ。ご高齢ゆえ記憶が曖昧になっている総合爺さんは、軍の召集を受けた家族を一人で探していた。まさに頻道の出番。ご老人一人にそんなことはさせられない。それに総合爺さんは危険な場外までよく人の目を盗んでお孫さんを探しに出ている。その旨は巡礼所にも連絡したのだが、頻道いても立ってもいられなくて。このマンゴスチンは葉っぱにツヤがあって皮も柔らかくてちょうどいい硬さで、萼片は8枚あって果肉も柔らかい。いいものだね。事前に集めた情報によると、総合爺さんのお孫さんは石崩れの高地にいる可能性が一番高い。二人に会えてよかった。これでようやく本格的な人探しができる。金道にお任せあれ。行こう。
行こう。なんでこんなところに一般人が。残像町の広報戦場はすぐそこだ。軍人でない者は。予期軍東白所属のヤンヤンです。人探し支援。探しているのは共鳴者じゃなくて一般人なんだよな。いかにも。会ったことはあるか。無事なのか。一応な。あいつは正規の軍人じゃないのになぜか戦闘に参加しようと躍起になっていた。そのせいか去年から密かに輸送隊について行ったことが何回かあったんだ。それで副派への軍需官に連れてかれた。今城内にいないのであればおそらく前方の副派への駐屯地にいるはず。だがそこから先に進むと戦場だ。それ以上は行かないでくれ。一般の者を危険にさらすわけにはいかない。感謝します。それとその方向に向かうなら同僚である東博に協力してほしいことがある。付近の2つの偵察装置の連絡が途絶えている。状況を確認してきてくれないか。わかりました。偵察装置の座標をデバイスに送信しておく。行こう。この先が偵察装置。妙に人が多い。軍人には見えませんね。
失礼。ここで何をしている？戦場の近くは危険だ。俺たちは何も。ちょうど城内に戻ろうとしてたところだ。すみません、この偵察装置ですが。逃げろ。もう無理、お腹ペコペコ。許してくれ、もう盗むしか方法がないんだ。何があった？最近北部の戦況が厳しい。物資が減って生きることさえ難しくなってきた。それでいろいろと考えた結果、やっぱり町に戻ることにしたんだ。でも私らはもう長い間ろくなもんを食ってね。金もそこをついちまった。大体の奴らはもう歩けねえくらい腹が減ってんだよ。で、たまたま通りかかったここに貴重な備品が置いてあるのを見つけたんだ。軍隊は戦争に行ってるし、誰に見張られてるわけでもないし、この木に何か盗んで金にしようと思って。偵察装置が機能を失えば、ここに残像蝶が発生する可能性が高まります。もし本当にそうなれば、前線の戦士たちは敵に囲まれた状態に陥ることになる。そうして人に迷惑がかかるとは考えなかったのですか？知ったこっちゃねえよ。残像蝶が来る前に死んじまいそうだったんだ。盗みは許されない。返してもらおうか。だが今週城までまだ距離がある。この具桶はあなたたちにあげよう。あと食べ物も金も少しだが持っていくといい。これだけあれば今週城まで持つだろう。これ全部？ありがとうございます。ちょ、落ち着け。今から食べるな。恩人様に礼を言うのが先だろう。常に善を持って人を救う、故に捨てるものなしと師匠が言ってた。気にするな。危ない。なかなか手強い。恩をあだで返すつもりか。この大人数だ。これだけじゃ足りねえよ。貴重品と食べ物全部出しな。その方が身のためだぞ。弱い者いじめには興味がねえ。おとなしくしろ。悪いことは言わん。俺たちは加減ってものを知らねえんだ。逆らったらどうなるかわかるよな。不義にして富、かつたっときは不運のことし、義理は通した方が身のためだ。二人とも下がって。調子こいてんじゃねえぞ。
待て、コウさんだ。痛い、もうやめてくれ。金堂は食べ物も金も渡した。それなのになぜこのような真似を。もしかしてまだ他の仲間がいるのか。今の動き、加えてその服装、一般人ではないですよね。立派な一般人だよ。ついこの間追放者になったってだけで、もともと町を出て順位から逃げようと思っていたんだが、まさか北部での戦闘があんなに大変なことになるなんて。ボスの貯蓄はすぐ空っぽになっちまった。だから町に戻ろうとしたんだが、途中で食料と金を使い切っちまって、それで仕方なく盗みを。ちょうど駐屯地に誰もいなかったんだ。じゃないとさすがに軍のものを盗む度胸はねえよ。なあ、あんたら私らと違って少年まで善人なんだろ。もう少し金を恵んじゃくんねえか。ほら、こんなにたくさんの人が苦しんでる。それに今は怪我してるやつもいるんだ。こんなんじゃ足りないんだよ。待て、先ほど頻道が渡した物資で昆州城まで持ちこたえられるはず。たとえあの人数でも十分だ。頻道も山を下ったことがあるゆえ、一人が生き残るため、昆州にたどり着くために必要な最低限の物資量を知っている。おい、なんだよ。もう少しくれてもいいじゃないか。お前らだって物資に困ってるわけじゃないだろ。貪欲は苦しみをもたらし、満足は富をもたらす。頻道はあなたたちが無事に町へ戻るためのことをしたまで。いや、ジョーちゃん知らねえだろうけど、今じゃ金も稼ぎにくいんだよ。もし町に行って仕事が見つからなかったらマジで大変だぞ。頻道も似たようなものだった。山を下り、かろうじて昆州までたどり着いた後、一から勉強し仕事を学んだ過去がある。頻道でもなんとかなったんだ。経験も知識もある。あなたたちにならきっとできるさ。それでも生活に困り仕事を求めるのなら、六千茶屋の関心頻道を訪ねるといい。ああ、分かったから、もうこれ以上しねえよ。ほら、戻るぞ。もうお説教はごめんだ。頻道はそういうつもりでは。あ、待って、盗んだものを返すんだ。覚えてやがったか。えいへい、これでいいだろう。破壊した偵察装置は一つだけですか。そうだ、一つ目をやったらあんたらに見つかった。本当ですか。でもそちらの偵察塔は。知らねえよ、あれはとっくに壊れてたようなもんじゃねえか。茨だらけで触れやしねえし。わかりました。予期の駐屯地も近いですし、漂白者さん、関心さん、まずは偵察装置を修理しましょうか。
チャンスはあるはず。この身を刃に。風花妙乱。やっ。行くぞ。甘い。キャッ。これも音の力だ。
これも音の力だ。行こう。歴史を感じる。行こう。カンシンさん、平気ですか？ヒンドウが戦場に出るのは初めてだ。城内との雰囲気が全く違う。
届いた物資を確認しましたが、足りません、全然足りません。再度城内と連絡を取り、できるだけ早く追加の物資を要請してください。しかし申請はまだ。城内に大至急手続きを進めてもらいましょう。たった1秒の遅れが前線を崩壊させます。チッ、あいつらはそんなことにも気づいてないの？はい、リストをお渡しします。いざとなったら直接私と連絡を取るように伝えなさい。ではお願いします。もたもたしない。まだ運び終わってない物資もあるでしょ。どちら様でしょうか。造園の方ですか。ああ、予期軍の方ではないようですね。予期軍の東白所属のヤンヤンです。そしてこちらは、すみません、少々お待ちを。気をつけなさい。この箱に入っているのは全部医薬品よ。もし怪我人が使える薬がなくなったら誰が責任を負うの。丁寧に扱いなさい。東博ならば増援ですよね。ちょうどよかった。すぐまた前線から負傷者たちが帰ってくるので。ちょっと失礼。もしもし。オーバークロックした共鳴者がいる。わかりました。すぐ移動してください。私が対応します。お願いです。その手伝っていただきたい。負傷者を世話する人手が足りません。私は今からオーバークロックした共鳴者のところに向かわなきゃいけないので、そちらをお願いしたい。具体的に何をすれば。彼らの安全を確保してほしい。治療はプロに任せて。ありがとう。軍隊というのはこんなに忙しいのだな。息をつく間もない。物資、医療、点検、人手、管理、後方の綿密なサポートがあって初めて前線が機能しているのですよ。なるほど、戦場はこんな厳しい場所なのか。知らなかった。大半の方は知る機会がありませんからね。むしろそれが普通かもしれません。それに人々が心配や恐れを抱かず安心して生活できるようにするというのも軍隊が存在する意義ですので。行こう。
大丈夫か？医者を呼ぶか？大丈夫。少し息苦しいだけで平気。平気だ。やっぱり呼んでこよう。だからこんなのかすり傷だって。俺は戻る。落ち着いてください。出血が止まっていません。大したことねえよ。腕一本なくなったぐらいじゃ俺は止められねえ。してねえよ。俺の共鳴能力は自分で傷口を癒す。ただ今回は少し時間がかかるだけだ。治療は俺より必要な奴に回せ。動かないでください。あなたは危険な状態にあります。落ち着いてください。お願い、この人を押さえつけて。わかった。手伝ってくれてありがとう。少し休んでもいいですよ。ひどい怪我だ。心配しないでください。全員処置は終わっています。そのうちまた戦えるようになりますよ。それにしてもキエン将軍が予期の制度を改正して以来、負傷者の数は大幅に減りました。先輩方の話によると、以前の軍隊には一般人も多くいたそうで、その頃の戦場では死体が散乱し、血が川となり、辺りには雨でも洗い流せないほどの血の匂いが漂っていたらしいです。今の方がずっとマシですよね。それに一つ一つの傷はたくさんの敵を倒した証です。予期軍の共鳴者は皆一騎当選の強者。こんなにたくさん傷を負ってしまったのは、きっと想像しきれないほどの敵を倒したってことなんですよ。国を助け民を救い、衆生を再度する予期軍の戦士と比べれば、頻道が成したことなどまだ足元にも及ばないようだ。そう卑下なさらないでください。とにかく今日は手伝ってくれてとても助かりました。だいぶ負傷者たちも落ち着いたようですね。別の用事があるのであればもう行っていただいて大丈夫ですよ。一つだけ伺いたい。軍需官はどこにいる？軍需官ならここの上層部で調度品の配給をしているはずです。彼を探しているならそこのエレベーターから上に行くといいですよ。漂白者さん、どうしましょうか？これは道場でも使われている栄養補助のレシピだ。負傷者の回復に役立つかもしれない。ぜひ受け取ってくれ。え？あ、はい、ありがとうございます。
在庫の確認は。備品リストは。消耗品の集計を早急に。通信経路も点検もまだ。正月、このリストを上層部の亜室のところに届けてくれるか。あなた、正月じゃないですね。正月はどこ？何か用事でも。失礼します。私は予期軍所属東博の一員。こちらは脅迫者さんと人探しをしている関心さん。今週は交流の関所、そしてここ石崩れの高地は今週の2番目の関所です。ここを守るということにはそれ以上の意味があります。残像は人間とは違う。奴らに交渉や休戦は通用しません。だから残像が存在する限り戦争が終わることはないでしょう。果てしない戦争を前にした時、それと相対する軍隊を支える役割が求められる。これが私たちの仕事。なのでキューランのところに行って負傷者の救護を手伝ってください。申し訳ありませんが、見ての通り私はここから離れることができませんので。遅延、一度も家族に連絡していないとは。予期軍はここ数年一般人の採用をほとんどしていません。しかしあの遅延は頑固で、去年の戦況が今ほど逼迫していない時も何度も勝手に副派兵の行軍についていき前線に行こうとしていました。城内に送り返し戻るように説得したのですが、その後もまた同じことを繰り返されたので、今は仕方なく後方で手伝ってもらっています。しかし戦況は緊迫し前線が危険な今、彼をこれ以上ここに留めるわけにはいきません。なので今回の物資輸送に同行させて城内に返そうとしていたところ、ちょうどあなたたちが来たのです。そうですね、彼は今おそらく上層部にいます。金堂は先に人探しに向かうが、後ほどまた脅迫者殿、ヤンヤン殿と交流したい。これはどういうつもりだ。私としたことが手榴弾と間違えて、これはマンゴスチン。そうですね、まずこれは昆州城の物産では取れないものなので船での輸送が必要です。残像町がひどい今では生活物資の輸送が優先されますから、こういった果物はおそらく北洛野原の戦闘が勝利を収め紀延将軍が凱旋しないとまずありつけないものです。
今の水運ルートといえば、今週南部の上空から今回の水運港まで、それから野生総体を複々派の戦士に護衛させて場内に入るという感じですね。それと、この水の陣は衝撃期間が短く、集中弾と間違えやすい問題もあって、補給士として使われることはめったにありませんね。数十年前、悲鳴により全世界が技術学科と尻続々に陥った時に使われた古いケースです。黒いしぶき開発も始まってはいたのですが、人々の黒い人に対する意識はまだ不十分で、過去の兵器というのをさせたものがたくさん作られました。集団がもうその一つです。今は黒いしぶきの研究が進んで、そうだ兵器の出番も大幅に減りました。人探しの調子はどうですか？チエンドのを見つけた。彼はこれから福原の物資輸送隊に同乗して城内に戻り、総合爺さんのところに帰るつもりだし。チエンは純朴な心の持ち主だ。祖父へ教育を受け、軍のために自分も何か力になりたいと考えている。頻度は漂白者だな。そしてヤンヤンとは同時に聞きしたからこそわかる。今この瞬間もすぐ前方にある戦場は、これまでに見たと高校系よりもはるかに過酷な場所だ。心の全ては戦争によって変えられ、戦争によって苦しんでいる。下の道は森にある。中の道は町にある。上の道は戦にある。ヨシ師匠はそう言っていた。だからチエンドの思いも理解できる。チエンドの迎えが病気が加わるために厳しい訓練や試験は必要ない。戦場では強制戦車かどうか区別は必要ないというもの。しまったやで、言葉で説得することはできない。そこで師匠の教えを思い出した。頻度が何かを行うたび、師匠は試練として組み捨ててくれたことを。頻度はただ、かつて師匠が組み手を通じて教えを説いたように、支援の方に伝えてあげられたいのだ。漂白者ども、頻度は勝つべきか、それとも負けるべきか。敵をくじき、風装をなくす、すなわち光を取り込み、ちりを受け入れることか。確かにそうだね。
ヒンドーは能力を使わなかったのだが、それでもチエンドーは一撃に耐えられなかった。ヒンドーに負けた後、チエンドーは己の厳しさを見て感じていた。いくらかここで戦場の敵を倒せると言っても、それは口先だけの話。自分に言い聞かせるための暗示すぎない。協力者とのヤンヤン殿はまだ用件があると聞いているが、後ほど暇があれば六千茶屋を訪ねてくれるとしてし、二人助けられたこと生涯忘れない。謙信さんについては予想外の出来事でしたね。今回マンゴスチンが戦争を指していると分かりました。果たして凛さん様はこれで何を伝えようとしているのでしょうか。行くぞ。
撃の時だ。この状態はしない。残像のもので、北楽までまで起きていることが見えた。聖霊竜を操って空軍を引き、万軍を凌駕する勢いを持つ。それは良き軍の旗印、紀炎将軍の象徴です。すぐ先の戦場では、その紀炎将軍が戦士たちの率いて残城町に立ち向かっています。偶然戦とは思えないですよね。導かれた戦場の近くで、ちょうど鎮守将軍が戦っているなんて。本当に空間を超えて戦場を感知したようですね。この戦場はある異変の予兆のようですね。あるいは北楽楽の原から伝わっている流れ気がいつもより微妙な感じがします。
今この時、あの戦場上はあなたと何かつながりがあるはずです。残像と共鳴したのでしょうか。漂白者さん、白紙は葉っぱに残像の周波数が残っていると言っていた。最後の印が示している場所はあそこだ。そちらは中部大地吉村の方ですね。少し休んでノートを見返す。そうすると風から読み取れる情報がより鮮明になり、絡まった思考も解きほぐされるんです。漂白者さんもやってみますか。これも音の力だ。